安芸高田市議会の山根敦子市議が自身に恫喝されたとする石丸伸二市長の発言などで名誉を傷つけられたとして、石丸伸二市長は人々を無礼に扱う行動がひどすぎると、市長という前に一人の人間として問題だと追及された裁判で、石丸伸二は言語道断、どうしようもないと石丸伸二の姿勢が断罪された。絶句。石丸を人間としての品性を問う裁判結果が出たことで、石丸の東京都知事選挙にも影響が出てきた。安芸高田の市長としてどうしようもないと断罪され、石丸は都知事の任に当たることができるのかと疑問が吹き出てきたのだ。石丸の選挙運動を支えるドトールコーヒーのトリバ・ヒロミチも困り果てているというのは、トリバはいい年をした男性である。よく、こんな品の悪い人を応援しているな、というわけである。トリバにも重要な判断の場面が出てくると思われる。朝鮮民主主義民共和国、韓木義연구소상명。대륙간탄도탄장착용수소탄시험에서완전상。